チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったブラジル、反対側左にエンドを取ったウルグアイ。いいパスだ、ポゼット。スローイン、5分経過。キャッチできない、果敢にスライディング、華麗なドリブル。チャンスボールになるか、リバル、エンド、シュート、バーに当たった。コーナーキックになります。直接狙ってくるのか。シュート、コーナーキックです。さあチャンス到来。さあここからどう攻める、コーナーキックです。マイナス方向へのパス、中へ上げた、ジャンプ、コーナーキックです。小さく助走を取ります。誰かに合わせてくるかもしれません。ジャンプ、コーナーキックになります。さあチャンス到来、ジャンプ、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来、ポエル、よく前を見ている、ポゼット、セットプレー、何をやってくるのか。高さがあるので気をつけなければいけませんね。ハイボールを競り合う、ウルグアイ。さあこのまま攻め上がれるか。ポゼット、コーナーです。さあチャンス到来、ボールを外へ出す。25分経過、ロベルト・カウトゥです。ピッチを駆け上がる、ニアを狙った、スペースを見つけた、ポエロ、コーナーです。さあチャンス到来、シュート、ジーラ、ロベルト・サウです。シュート。まるでボールを持った仮面舞踏会、エリアの外から狙った、
これはチャンスだ。いっていって、ドリブル。デクロベルト・カウロス、リバルド、アワセンター、素晴らしい反応。エンベル、シュート、コーナーキックになります。さあ、チャンス到来。スローイン。おっと、前半終了のプレーです。前半、さあ、後半戦キックオフです。左へサイドチェンジ、エムール、ロベルト・カウロス、ドリブル、芯の上を吹いた、これはファウルです。アウダニサラジェさん、ボールを囲んでいきます。打ってきた。エンブル、後半10分が経過しました。攻撃を組み立てます。サラジェサ、ホエル、右へサイドチェンジ、ロナルド、ヘッド、エム、いいパスだ、シュート、ヘッドで、オフサイドを取られ、ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。シュート、コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。放り込んできた。狙いすぎたようです。
エメウソン、エンベ、シュート。後半30分経過。ロナルド、ここで折り返す。ロベウト・カウです。外してしまった。これは決めなくてはいけませんね。デコパ、ヘッドパス。カラジェサ、ロナルド、折り返した。味方が手を挙げてますよ。ベコタ、必要なマークをもっとスクイーズにするべきですね。ボールを囲んでいきます。スローイン、ふわっと上げる。ロベウト・カウです。パートスコーナーか、シュート。ヘッドでつないで、いいパスが出た。センタリング、それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。大差がつきましたが、内容はどちらも悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎え、Thank you.
ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファン。いよいよ試合開始です。画面に向かって左から右へ攻めるのがペルー。反対に右から左へ攻めるのがウルグアイ。頭でつないで、ヤオ、ダリモシウ、華麗なドリブル、これはゴールキック。外してしまった。これは決めなくてはいけませんね。デウソナール、ボールを下げます。ソマーも取り損ねた。ニアサイド、ヤオ、攻撃を組み立てます。レボッチ、ソマール、チャンスボールになるか。いいボールが出た。さあここからどうする。ニアに合わせた、シュート。おっと奪った。コーナーです。小さく助走を取ります。誰かに合わせてくるかもしれません。メンド、これはゴールキック。ゴール回しに嫌われた。これはゴールドキック。あー、これはもったいない。少し力が入ってましたね。アロン、スペースを見つけた。これはチャンスだ。シュート。オニー、キーパー弾いた。コーナーキックです。
これは惜しい。空中戦アロン、シュート、タッチできない、大きく前方にクリア。ソマン、ラノス、おっとファウルを取られました。タハレシルハ、アナシオス走り込んできた。前半戦終了。後半戦キックオフ。デウソナール。ここでスライディング、キサン、いいパスが出た。
センタリング、ヘッドパス、攻撃を組み立てます。オマール、カナジェさん、アロン、オリバラス、ハハレシル、主審ファールを取りました。折り返す。スローインです。オリセラ、必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。リサ、アンビリ。